2016年1月13日の天野元康の通貨システムから見るニュースの裏側を始めます。今年最初のニュースです。今年もよろしくお願いいたします。それでは、今日のテーマなんですけども、マスメディアが報道しない、原油価格下落の背景というテーマで今日は、お話をします。今、原油価格が非常に暴落をしてまして、それが全世界の、ニュースになってますけども、それに関して、メインのメディアは、どういうふうな報道をしているのかということですね。まず最初1枚目お願いします。原油価格の下落を中国経済の悪化のせいにする、日米欧の報道という、ものですね。で、今ニューヨーク原油、12年ぶり1ドル、一時30ドル割れということは、日本経済新聞が報道してますけども、中国経済悪化の懸念でということで、なぜ原油価格が下落するのかというと、中国経済が悪化してるからだ。だから世界中の消費が冷え込んでですね、原油価格が下がってるんだ。そのために世界の産油国とかでは財政不安が強まっているんですよという、説明されてますね。じゃあ実際は本当に中国経済の悪化で原油価格の下落、ここまで暴落するということが起こっているのかということなんです。では次の図をお願いします。で、これ原油価格の推移なんですけども、2010年1月から、2015年12月ですから、まだ40ドルですね、1バレル40ドルぐらいで、実際にはもう今1月13日の時点では1バレル30ドルぐらいになってますから、さらに下がってるわけですよね。で、急激に2014年の後半から一気に下がり始めたということです。では次の図をお願いします。じゃあ中国経済の下落で本当に原油が下げているのかということなんですね。しかし、実は複合的な要因があるわけです。 ではどういう複合的な要因があるのか。中国経済や新興国の消費の悪化というのはもちろんですね、原因としてはあるんですけども、それ以外にも実はたくさんあるんですね。ただそこに関してはメインのメディアというのは、報道をあまりしないということです。じゃあどういった複合的な要因があるのかということです。一つ目は IS イスラム国が原油の密売をしているということなんです。で、この IS イスラム国というのはシリアとイラクで今戦争している、テロリスト集団ですけども、全世界から批判をされているわけですね。ところがじゃあなぜ全世界を相手に単なるテロリスト集団である IS イスラム集団がですね、そういった全世界に批判されながらも今までずっと持ちこたえてきているのか、逆にどんどん世界に拡大しているのかというと、実はこれは西側の傀儡、つまりアメリカ、ヨーロッパ、あとは中東の産油国ですね、サウジアラビアとかカタールとかですね、あとトルコ、そういったところが実は支援をしていた、そういったことが、ロシアなどを通じて報道されているわけです。 IS イスラム国の元首というのは一体前世から批判され制裁されながらなぜ戦えるのかというと、お金が入ってくるからです。資金と武器の供給を受けているからですね。じゃあその資金は何で稼いでいるのかというと、イラクとシリア、彼らが支配しているところは大油田地帯です、ね、そこで取れる油田をトルコなどを通じて世界中に販売してきたわけです。密売をしてきた。だから30ドルぐらいでですね、世界中に販売してきたということをやってきたわけです。なので、そういった IS イスラム国が
シリアやイラクで、出た原油をですね全世界に販売してきた。普通イラクやシリアのような油田地帯で紛争が起これば、まあ、原油価格は普通の常識から考えれば高くなるんですけども、全然高くならずにむしろ下がってきたという理由はまず一つここにあるわけです。ただこういったことは当然報道しないわけですね。まあ、トルコの背後には当然アメリカや欧米、イスラエル、サウジなどがいるわけですけども、まあ、そういったことは西側のマスコミは報道しない。だからロシアやイランは報道しているわけです。でもう一つ、サウジを中心としたOPEC諸国が石油の減産を一切しないということですね。でこれ OPEC というのはまあ石油を産出する国たちが集まって、石油の価格を安定させようということを目的に立ち上げた組織ですけども、ここのOPEC諸国ですね、サウジを中心とした組織ですけども、そこが一切この石油の価格の下落に対して対処しようとしないということなんですね。普通石油がどんどん下がっていく過程では石油の供給が過剰なわけですから、石油の産出を制限しようということを共同してやっていくわけです。ところが、まあ、OPEC 諸国の中でもベネズエラのような国はですね、石油の供給が過剰だから石油価格が下がっているので石油の生産をやめようということを言っているわけですけども、そのベネズエラの意見は反映されないんです。なぜかというと、サウジやその他の中東産油国がいや、その減産は一切しませんよっていうことをなぜか言ってるわけですね。そのためにどんどん石油価格が下がっていく。でなぜまあ過剰になってきたのかというと、一つはシェール石油と、アメリカのシェール石油革命というのがあって、アメリカがシェール石油をですねどんどん開発して、生産しているわけですね。まあ、そういった要因もあって石油価格の下落圧力がかかっている。でそれに対してサウジを中心とした中東産油国はなぜか制限をしないということを言っているわけです。でもう一つ、米国が原油の輸出を40年ぶりに解禁すると。この状況、価格が下落していく状況の中でさらにですね、国際的な原油の価格を低下させる圧力を働かせる行為をアメリカが自ら行うということなんですね。これはシェール石油でアメリカどんどん原油が取れてますの でその原油を世界に輸出しようということをやるわけですよ、今年から。そうすればただでさえ原油価格が下がる、供給過剰なのに、さらに世界に向けて原油を輸出しますよっていうことを40年ぶりにやるわけですから、さらに下落するだろうというふうに思うわけですね。なのでさらに原油価格が下がると、これもまあアメリカが意図的にやってるわけです。でもう一つイランなんですけども、今までイランに対して欧米はですね制裁をかけてきたわけです。核兵器を開発しているとか人権を侵害しているということでですね、イランで取れる石油を国際社会に販売できないように制裁をしてきたんだけども、これをですね、今年1月から解除するということをしました。ですから原油輸出を認めたわけです。そしたらイランもまあ原油の大産油国ですから、まあ、今年から1月から2月ぐらいにかけて原油輸出が始まるだろうと言われています。なのでこの欧米が今このタイミングでイランの制裁を解除して原油輸出していいですよっていうことを認めたわけですから、それがさらに石油の価格の下落を強めると、これも欧米が決めたことですね。で、一つ目の IS イスラム国というのは、これは西側が介在して原油の密売を手助けしている。で、二つ目のサウジを中心とした OPEC 諸国ですけど、サウジアラビアというのは、あと中東の産油国ですね、クウェートとかバーレーンとかカタールとか、そういった国々というのは、実はこれは欧米が作り上げた国家なんです。で、欧米がその各王族に権力を渡してきたわけですね。第一次世界大戦でオスマントルコ帝国という、まあ、巨大な帝国が崩壊をして、で勝者側であるイギリスが中東
管理するようになったんですね。イギリスとフランスですね。でそのイギリスとフランスが、作り上げたのが今の中東の国家なんです。でサウジアラビアというのはサウジ家のアラビアという意味です。だからそのサウジ家のアラビアという名前がサウジ家が支配しているわけですけども、そのサウジ家に権力を渡したのはイギリスなわけです。でさらに、まあ、湾岸戦争以降ですね、90年代の湾岸戦争以降アメリカがサウジアラビアに入ってるわけですね、アメリカ軍が、ね、でその中東産油国の王族たちと欧米の銀行権力は、まあ、石油の取引などを通じてもう密接に結びついてきた。だからサウジは欧米の意向を組んで基本的に政策を決定しているわけです。だからこのオーペック諸国のなぜサウジが反対しないのか、ベネズエラのような反米国家は反対してきたんですけども、サウジのような国、中東の産油国は今回の下落に反対しないというのは、これは銀行権力の意向が背景にあると考えるのは自然だと思います。で3つ目、米国が原油の輸出を40年ぶりに解禁すると、まあ、当然米国というのは FRB の株主であるウォール街によって今まで管理されてきているし、今のオバマ政権もその流れの中でできていますから、当然これは銀行権力の意向が背景にあるわけです。でさらに、イランの制裁解除ですけども、これも当然そこが欧米というのはそこが管理してますので、銀行権力の意向が反映されているわけですね。なので、まあ、新興国の経済の減速以外にもたらしているこの原油の下落圧力というのは、まあ、全部国際銀行権力の意向が背景にあるというふうに考えるべきであると。意図的に引き起こしている下落なんですよね。では次の図をお願いします。じゃあこの原油価格を意図的に暴落させる理由は何かということです。それは多分、まあ、複数の原因が考えられるわけですけども、まあ、これはあくまでも私が考えた理由ですけども、他にもいろいろあるかもしれないし、もしくは、まあ、この中に言ってることは間違ってるかもしれませんけども、私はこう考えています。中東の国境を大改革するためにサウジや中東産油国を破壊するために原油価格を下落させている。もう一つ、サウジが崩壊するときにオイルショックが発生し原油価格は大暴騰する。なので、まあ、1回暴落させて、でその後大暴騰させて、またこれで利益を上げると。で3つ目、原油価格を暴落させることで米国のシェールオイルバブルを崩壊させ、株式市場でボロ儲けする。これもですね、あの株原油価格で、暴落、原油価格を暴落させると米国のシェールオイルバブルが弾けるわけですね。シェール企業、シェール関連企業というのに散々、アメリカの金融機関は融資や公社債を持ってきたわけですけども、まあ、そういったところが原油価格の暴落で倒産をしていけばですね、そこに融資していたりその社債というのが、紙くずになったり返してもらえなくなったりするので金融危機が発生する可能性がある。そうするとまたリーマンショックのようなことが起こる可能性があるので、そうすると、まあ、全世界的に金融危機が発生して暴落すると。で相場が強大に大きく動けばですね、あの、まあ、これはウォール街儲かるわけですよね、あらかじめ仕込んでいればです、ね、実はリーマンショックの時も儲かったのはウォール街であるというふうに言われています。で一般の投資家や、あの、一般の年金基金とかそういったところが損したと。仕掛ける側が動くときはもう儲かるわけですね。で4つ目、国際銀行権力に対抗する中心国であるロシアに対するプレッシャー。ロシアは、まあ、巨大な産油国ですけども、やはり大部分が、輸出の大部分が原油ですから、まあ、その原油価格が下がるというのはロシアに対する非常に強いプレッシャーになるということです。まあ主にこういった原因から原油価格というのを今暴落させているのではないかと思っています。では次の図をお願いします。
で、この今、中東の危機を意図的に今、作り出しているということの、まあ、分かりやすい例がこちらですね。サウジアラビアはわざとシーア派の聖職者を処刑して宗派対立を激化させていると。これは写真の方は今回サウジアラビアに処刑されたですね、シーア派の聖職者のナムル氏という方なんですけども、このナムルさんがですね、殺されたことでシーア派のイランが、まあ、スニー派のサウジアラビアに対して怒ってるわけですね。で、中東は主にスンニ派とシーア派という、まあ、二大宗派にイスラムが分かれてまして、で、国境を越えてぐちゃぐちゃになってるわけです。で、この今回のそのサウジアラビアの処刑によってシーア派の人たちはものすごい怒って、バーレーンとかですね、イラクとかサウジでもそうですけども、いろんなとこでもデモしたりとかしてるわけです。で、この、まあ、ロシアの元議員の方は、サウジは対イラン関係の悪化を狙い、ナムル氏の処刑をあらかじめ計画してたと言ってます。これサウジアラビアがわざと、まあ、中近東を混乱させることを狙って行った、まあ、分かりやすい事例だと思います。では次の図をお願いします。当然サウジアラビアというのは独立した国家ではなくて、国際銀行権力が作り出し、そして育成し、まあ、管理してきた国家なわけです。で、その2006年に米軍関係者が発表した中近東の新地図というのがあるんですけども、これはですね、まあ、上の地図が現在の中近東の地図ですね。で、下の地図が今後の中近東の地図です。まあ、今後こうなるのがいいのではないかということで、2006年に米軍関係者が発表したんですけども、これは国防省のおそらく意向を組んでるんじゃないかなと私は思っています。で、この地図の通りに中東を一回再編成するということを考えてるんだと思います。で、実際に、まあ、これに近い状況に今すでにイラクやシリアはなってるわけですね。あとトルコもクルドが今対立してますね。トルコ政府とクルドが。で、これで一番大きな変化はサウジアラビアですね。サウジアラビアという国家が崩壊をして、いくつもの国に分裂すると。つまりサウジアラビアというのはもう用済みである。今後の、まあ、世界変動、中東の変動のために一回解体しようというふうに、まあ、米軍は考えているのではないか。そのために原油価格を暴落させて、サウジを、まあ、シーア派とスンニ派の対立ともに混乱させ、さらに、サウジアラビアの、まあ、カルト的なですね、王族支配というもの、宗教支配というものを、まあ、当然人々は社会保障が従事されてきたから支持してきて、まあ、我慢してきたわけですけども、そういう原油価格の暴落によってサウジの財政が悪化すれば、サウジアラビアの今の支配体制を支持する理由がなくなるわけですね。そうすると、まあ、解体に追い込まれていく。で、この米軍の通りの国境の再編成になっていくのではないかと。で、さらにそれは原油という、まあ、世界的なものを巻き込む資源の問題ですから、全世界のまた再編、経済システムの再編につながっていくというふうになっていくのではない。そのために仕掛けた今回の原油価格の暴落なのではないかなというふうに思います。では図は以上で。ですから、まあ、中国の消費の下落ですね、中国経済の下落というのが現在の原油価格の暴落を引き起こしているというのはですね、ある種の、原因の一つを大げさに言い表しているものでしかない。もっと複合的なものであって、で、それは意図的に仕掛けられてきた。まあ、そういった点から、今回の原油価格の暴落というものを
見ていく必要があるのか、あるのであろうというふうに思います。で、以上で、本日の天野元康の通貨システムから見るニュースの裏側を終わります。
れてるのかな。Thank you.
とこで。Thank you.
まで。男性の皆様と、国土交通省の方々、
まだ火曜日があるやろ。明日があるやろ、まだ。前に詰めてください。